お願いいたします。ではお待たせいたしました、キャストの皆様にご登場いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。本日駆けつけてくださいましたキャストの皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ上映直後の会場ですので歓声並みありませんね。では皆様のその歓声に応えていただきましょう。お一人ずつ決め台詞とともにご挨拶をお願いしたいと存じます。ではもちろん初めはこの方です。仮面ライダードライブ泊まりしんのすけ役竹内涼真さん、お願いします。ひとっ走り付き合いたまえ。今日いるのに、そう本人いるのに、本人の前でやらせていただきました。仮面ライダードライブ泊まりしんのすけ役の竹内涼真です。今日は初日に足を運んでいただいてありがとうございます。短い時間ですが楽しくやりましょう。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きましてしじまきりこ役内田理央さん、お願いします。はい、会場の皆さんみんな確保です。ありがとうございます。しじまきりこ役の内田理央です。今日は本当にお越しくださりありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして仮面ライダーチェイサーチェイス役加藤の太鼓さん、お願いします。免許ならもう取った。はい、皆さん今日は、よろしくお願いします。チェイス役の加藤の太鼓です。よろしくお願いいたします。人間の世界ね、いろいろありますのでご了承ください。さあでは続きまして、はい、仮面ライダーマハシジマ豪役稲葉優さん、お願いいたします。よし。皆さんこんにちは、シジマ豪役稲葉優です。初日足を運んでいただき本当にありがとうございます。今日は、短い時間ですが皆さんどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きましてベルトさんことクリムスタインベルト役クリス・ペプラーさん、お願いいたします。ひとっ風呂浴びたまえ。すいません。え、ありましたっけ、ありましたっけ。ベルトさん、普通に行きます、ね、Start your engine、yeah! おー、はい、クリムスタインベルト役クリス・ペプラーです。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。では最後に劇場版のゲストの方ご挨拶をいただきたいと思います。売れっ子アイドル花咲美久役の筧美和子さん、お願いいたします。はい、花咲美久が仮面ライダーの公開日をお知らせします。筧美和子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあもう皆さんの一言一言がね、上映直後ということでかなり皆さんはテンション上がっていらっしゃると思いますが、今日はこれよりお時間許す限り私より質問させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあまずは竹内さん、改めて本日初日を迎えて、はい、今この大きなスクリーンでご覧いただきました。はい、改めて初日を迎えた今のお気持ちいかがですか。いや本当に嬉しいです。あ、皆さんどうでしたか。ありがとうございます。いや本当にみんなが気持ちが入った作品だったので、試写を僕ら最初に見てすごく早くみんなに、見ていただきたいなという気持ちでいっぱいだったんですけど、本当にこうやって皆さんに初日舞台挨拶来ていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあもう本当に皆さんがね、それぞれにこの作品を見た感想をお持ちだと思いますが、クリスさんに伺いたいと思います。はい、本作を初めてご覧になった時のご自身の感想はいかがでしょうか。いや、ね、ともかくストーリー皆さんすごくなかったですか。すごいよね、ものすごい展開ですよ。こうストーリーだけでもすごいんだけど、アクションもすごいし、新ライダーも登場するし、あと真剣佑君も素晴らしいしね。本当に龍馬と真剣佑君の本当に芝居のなんだもうバトルじゃないですけども素晴らしかったと思うんですよ。でもなんかこの映画を見て、なんで竹内涼真が仮面ライダードライブなのか皆さん納得したと思います。だからそうか、だから竹内くんなんだっていうふうに僕は思いましたね。でも本当に素晴らしい作品だったと思います。はい、ベルトさん、いや、しんのすけ、これからも頑張ろうな。頑張りましょう。お願いします。
ありがとうございます。上映直後はさらにゾクゾクしますけれどもね、ありがとうございます。さあ筧さん、今回は、はい、あの歴史ある仮面ライダーに出演されていかがでしたか？そうですね、私も弟がいて、結構女の子にしては昔から仮面ライダー見てた方だったので、もうこう歴史ある仮面ライダーに出れるっていうのはもうすごく嬉しかったので、気合を入れて臨みました。なるほど、その気合を入れて臨んでいただいた現場の雰囲気っていうのはいかがだったでしょうか？はいはい、そうですね、やっぱり今まで行かせてもらったどこの現場よりも、もう皆さんやっぱり1年間、約1年間一緒にやられてるっていうことで、もう本当に現場が家族みたいに和気あいあいとやられてて、私もこうなんかこうスッと入り込みやすくて、はい、楽しくやらせてもらいました。